子供の感情一つで新選組に迷惑をかけていい道理はないと思うが。それなら私たちがその子供の遊び相手になってやりましょう。寂しさを忘れるくらい楽しませてやればいい。物好きなことだな。少なくとも俺は子供遊びになど参加するつもりはないが。しかし禁止する理由もないな。副長には俺が次第を報告しておく。雪村、すごく楽しかったよ。いえ、お気になさらず、大したことはしておりません。真面目な言い方をすれば、タイが世話になっている家の子に好かれるのも大使の仕事です。タイが世話になっているヤギ家に嫌われてしまっては困ってしまいますからね。雪村君、君も難しい立場ですから歯がゆい気持ちになることが多いのだろうと思います。ですが高堂さんは観察型が必ずや探し出してみせます。ですから今しばしの間、どうかお待ちください。